このコーナーはお笑い芸人のチェスト越前 AP が秋田市中心市街地を盛り上げるため街で頑張るさまざまな人に出会う街ブラバラエティ。今回は秋田市中通り秋田市民市場内にあるナポリピッツァ専門店ゼッキーニピッツァバンカレッラからお届けします。ということで、はい、嬉しいですね。ゼッキーニピザさんにね、来ることができました。やった、はい、ここ本当にあの本格的なね、ピザ、いやピッツァを食べることができるということですそう、間違いないよね。ピッツァなんですね。ピッツァですからね。なるほど、ということで、ピッツァって言ったらもう出来になる感じですか。僕は返しますよ、本当に。返しますあの本当に人気のお店なのでね、はい、来ることができました。すみません、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや本当にあのこのピザのね、ラインナップもね、素敵なんですけれど、なんかね、僕ちょっとこのね、メニュー表を見て気になったのが、はい、あその左上の方にですね、ちょっとこうなんかこうマークがあって、ちょっとこの絵もね気になったりするんですけど、先生これってどういうマークだったりするんでしょうか。これはですね、真のナポリピッツァ協会っていう、ナポリに本部を置くようなピッツァの団体がありまして、そこの認定審査に合格した証です。すごい。認定審査ってやっぱ難しいもんですか。そうですね、あのこういうご時世なので、オンラインだったんですけども、あの作るとこうナポリ本部とつないで見てもらって、で、まあ、合格したっていう感じです。すごい。でもだこういうマークがある取材さんというか、もうちょっと見たことがなくて、少ないですね。秋田では今はうちだけですね。はい、こちらだけですか。はい、すごいな。それね、もうなんかちょっと期待値もね、だいぶ高まってきますし、でメニューがね、やっぱたくさんあるんですけど、まあ、どれもおすすめだと思いますけども、どういったものを注文される方多いですか。そうですね、やっぱり定番のマルゲリータですとか、あとはお店の名前のチェッキー、女性に人気あるのはクワトロフォルマッチとか、何人気ありますね。クワトロフォルマッチなんか、蜂蜜添えなんて書いてあって、ちょっとこう甘い感じも、はい、いやちょっとじゃあこれ S とね、R あるんですけど、はいはいはい、やっぱこれはね、ちょっとりちょっとりちょっとりっていうのはなんかすいません、すいません、ピッツァ的な言葉なんですか。出ちゃってごめんなさい。出ちゃってじゃない、ナポリちょっとりって言葉ない。ナポリなまりがナポリなまり、行ったことないだろ。行ったことないんですけども、大きいのね、やっぱ大きいの行きたいよね。イタリア語で大きいのってなんていうの。大きいのはグランデです、ね、グランデ、グランデ、はい、グランデ行っちゃおうよ。やっぱりちょっとその3つをちょっと注文してもよろしいでしょうか。はい、ぜひお願いします。お願いします。ピッツァ、ピッツァは今食います。あっという間に、あっという間に伸びた。いや、出ません。
けるめちゃくちゃうまそう。じゃあ、私ですか。はい、すみません、ありがとうございます。うわぁ、わわわわわわ。いや、This is マルゲリータ。めっちゃ芋でしたよ。ということで、これね、食べ方があるんですよね。切り方がなんかあるということで、細く切るっていう。そうですね、細く、いつも見てる感じよりは、細く切った方が食べやすいですね。ね、やっぱこう、我々、やっぱりこう、ダンとこうね、なんかダンっていう、いっちゃうけど、イメージが強いです。次回も、ゼッキーニピッツァバンカレッラからお届けします。